はい、どうも、久保田です。今回もね、リクエストコメントに答えて、単語帳の検証企画をしていく回になります。今回いただいたコメントはこちら。Duo 3.0 検証動画見ました。気になってるオールインワンと Duo 3.0 比較検証動画、よろしければお願いいたします。はい、コメントありがとうございます。実はね、ツイッター上でもオールインワンをレビューしてくださいなどなどね、リクエストが多数寄せられたので、オールインワンと、まあ、似たような系統の Duo 3.0、 あとはいつも通り主要単語帳2冊をピックアップして、合計4冊の共通項や差分、もしくは大学入試のカバー率などを見ていきたいと思います。というわけでやっていきましょう。はい、というわけでね、今回やりたいことを箇条書きでまとめてみました。オールインワン検証企画、今回ここね、単語編って書いたのは実はね、前後半に分けようと思っています。この本自体がね、単語、熟語、あとは例文が400いくつあって、1冊でね、4冊分ぐらいの要素をまとめたような本なので、今回はその中でまあ主に単語ですね、単語の部分、あとはちょっと例文ぐらいかな、それぐらいに絞って今回は前半とさせてください。やりたいこと、オールインワンのレイアウトや特徴などをまずは簡単に紹介します。その後ね、いよいよ4冊をプログラミングの配列機能を使って順番に検証していくんですが、最初にやるのはオールインワンとこれら3冊ですね。2冊ずつ、オールインワンとデュオ、オールインワンとターゲット1900、オールインワンとリープみたいな感じで2冊ずつの共通項を出していきます。その後いよいよ4冊でまとめて検証するんですが、いつも通り共通項はどれぐらいあるのか、そして各単語帳だけに載っている独自単語はそれぞれ何個ずつあるのか、その後は実際の問題におけるカバー率ですね。4冊における共通テスト2022年度すべての問題の中で、これら単語帳の見出し語が何単語ずつ当てたのか、そのカバー率を見ていったり、長文の中でそこを色付けしてどのように見えるかっていうのを視覚的に判断してもらいます。その後難易度を多少上げます。以前 Duo 3.0 の検証企画の時に、共通テストと兄弟っていうね、この難易度を分けたカバー率比較したので、今回もそれと同じ条件で並べてみます。オールインワンを含めた上で兄弟英語の2020年度から22年度3年分のカバー率を見て、特に Duo 3.0 とオールインワンで、つまり同じような系統の本の中で収録単語の中身に差が出るかどうかっていうのを見ていきたいと思います。そして最後はいつも通り自分の意見を踏まえつつ、まあ、前半の部分のまとめとさせてください。この順番でやっていきます。はい、ではね、オールインワンの概要を簡単に話したいと思います。一応今回単語編なんですが、それ以外も話します。まずね、この本自体初めて知った方もいるかもしれませんが、とりあえずね、第4版まで出ています。改訂版のことですね。それの一番新しいバージョンが2007年、だから収録内容自体はここからはおそらくね、変わっていないと思います。その後は何点かこの CD だったバージョンだったり、もしくは今回みたいに携帯サイズの、バージョンが出たりとかね、多少の変化を加えていますが、内容自体は第4版この時期だと思ってください。まあこの辺はね、帯を見ると一番わかりやすいのでちょっと引用しますね。1冊で4冊分身につく、括弧して単語熟語プラス、文法語法プラス英文読解プラスリスニング、この4つですね。これら4つが1冊で身につくっていう、コンセプトになっています。平たく言うとそういうね、1冊でまとめてけっていうのかな、単語帳は単語帳だけ、熟語帳は熟語帳だけって感じで特化している本ではないと思ってください。さらにね、表紙をめくった初めにっていうか、その冒頭部分である程度この本の特徴はまとめられています。そこからもう一つ引用すると、419のキーセンテンス、短い文章ですね、キーセンテンスにおよそなんですが2600の重要単語、1100の重要熟語と構文が含まれており、各キーセンテンスには必ず1つないし2つの重要な文法語法が含まれています。はい、今喋った Duo 3.0 みたいなコンセプトですね。その中にさらに文法的要素、もしくは語法的要素も、含まれている。そういう点で厳密には Duo 3.0 みたいな短い文章じゃなくて、もう少しまとまった、まあ和訳問題ぐらいの長さですね、 2,3 行になるような文章が各ページの冒頭、合計419個入っていると思ってください。ちなみに対象レベルもね、そこに詳しく書いてあって、ここも引用します。本書が対象としているのはある程度の英語力がすでに備わっている学習者です。試験で言えば Gmarch 以上の難関大学受験生、
TOEIC 760点以上、英検2級や準1級を、直近の目標としているような方です。まあ僕自身最初ここ知らずにね、レビューしようとした時にちょっと初心者にはこれきついよっていうことを言おうとしたんですが、そもそもそういう作りですよっていうのが、表紙裏ぐらいに大々的に書かれているので、まあ今回は花からね、そういう中級者以上向けの本なんだっていう風に聞いてください。まあ、出版社はね、僕もこれ初めて聞いたんですが、リンケージクラブっていう1999年に立ち上げられた出版社と書いてあります。著者は高山英史先生でいいのかな、ちょっと読み方間違っていたらごめんなさい。まあ、ホームページなど調べたら、通訳や翻訳の仕事を本業とされている方で、まあその都度本を何冊か出版されているような、まあ英語その道のプロの方なので、ある程度信頼度も高いと思います。というわけでオールインワン、開いた感じはこんな感じです。ちなみにこれは 75% 縮小モードっていうのかな、携帯版なので、通常サイズの本を買うとこれがもう少し拡大されて、表示されます。だから今回ね、文字のサイズにおける視認性の良さ悪さっていうのは、レビューの対象外とさせてください。それを抜いたとしてこの見開き、まあちょっと見てください。上の方に文章があって、下に見出し語がある。でその下に、まあ具体的な構文の説明、文法説明などなどなんですが、まあやはりかなり複雑ですね。一冊でいくつもの要素をひとまとめにしようとすると、どうしてもね、情報量を詰め込まなきゃいけないので複雑になりがち。以前 Duo 3.0 の見開きで喋った時も、これは初心者向けではないかなっていう話をしました。まあ少なくともね、高校上がりたてぐらいのいわゆる一般的な英語力の子が、最初に手にする単語帳としては、ちょっと書き方などがぎゅうぎゅう詰めになっていて、まあある程度英語を勉強した子が、その練度を高めるために手に取る本じゃないかなっていう話をしました。今回のオールインワンはその Duo 3.0 よりもさらに中級者向けじゃないかなと思います。まずね、そもそもキーセンテンス、ここが構文としてかなりね複雑。まあ当たり前なんですね、後から喋りますが、ある文法や語法のテーマっていうか要素を必ずこの中に入れながら文章を作っているので、初心者向けではないと思っておいてください。むしろ中級者でね、これぐらいの骨がある文章を何個も読んでいきたい、その中で単語を覚えたいっていう人には需要があると思います。レイアウトは一番上から文章があって、その訳、これはスラッシュ訳と一応和訳も載っています。でその下にいよいよ見出し語がついていると。そこに単語熟語コーナー、さらに一番下に文法解釈とか文法解説、まあその他ちょっと豆知識的な文法的な説明が載っている。そんな感じでキーセンテンスごとに使われている単語がずらっと並ぶので、難易度順だったりテーマ別だったり、そういう並び方はしていない。もう一つ言うならば、この赤シートで隠せるような部分っていうのが、単語の部分だけなんですね。この辺もね、初心者向けの子だったら訳の方を赤で書いてもらって、そこを隠しながら覚えていくっていうスタイルなんでしょうが、この本においては完全に綴り側だけが隠せるようになっているので、そういう点も中級者向けだと思います。ちなみに番号が振られていないので、ある程度文章の番号単位で覚えていくしかないと思ってください。もちろんね、単語帳は単語帳、熟語帳は熟語帳って感じで、まあ特化本っていうのかな、それ専用の本に比べたら、各単語の情報量っていうのはやはり少なくなってしまいます。必要最低限レベルかなっていうぐらいの情報量。まあ具体的には発音記号が載っていて、品詞が載っていて、そして、まあ、自動詞多動詞の区別は何々おとかね、その辺でわかります。あとはたまにね、もう一言ぐらいね、類義語、対義語含めた説明が載っていることもあるんですが、かなり簡素な部類だと思ってください。これね、何に似ているかって言ったら、例えば寸大とか河合塾の共通テストの問題集ありますよね。ああいう問題集で、まあ、長文とか解いた後、解説の答えを見ると、そこで、まあ、もちろんね、解説、和訳など載っていて、最後の方でね、その長文に出てきた単語とか熟語がずらっとね、まあ、簡易的に並んでいる部分ありますよね。あんな感じです。イメージとしてはあれぐらいの情報量で、どんどん文章ごとに羅列されている、そのようなイメージを持ってください。一応ね、同系統の Duo 3.0 の見開きも見てください。前回この見開き自体が、まあ、ターゲット型と比べて多少見づらいんじゃないかっていう話もしているんですが、今回の比較で言うとよっぽどこっちの方が単語帳っぽいですよね。ちゃんとしたリストになっていて、その右側の説明もちょっとギリギリ詰め感はあるんですが、一応単語帳っぽい体を成している。今回の本の方がよりその点は簡素になっています。まあその点ね、2600とか1100っていうね、膨大な数を稼いでいるので、どちらか自分に合う方を選んだ方がいいんじゃないかなと思います。この2600っていう数自体はものすごく多く感じますよね。この中のからくりっていうのは一応分かっておいてほしいんですが、これどういうことかって言ったらね、例えばこれ基礎単語も結構出てくるので、例えば中学生でも習うような基礎単語の as、 これ例えば単語帳だったら何々するときとか何々するので、もしくは、前置詞的に何々としてとかね、い
ろんな用法あると思うんですが、基本的には一つの番号もしくは一つの見出し語で、その中でずらーっといろいろ書かれている。もしくは他の本だったら多義語のコーナーですね。多義語のコーナーで、安住はいろんな意味がありますよって感じで、ね、番号一つについてずらーっと意味が並んでいる。そんな感じが、この本は派生語、多義語をそれぞれその意味ごとに文章中に出てきます。具体的な言い方をすると、今回この本の中にアズっていうのは合計7回も出てくるんですね。つまり同じ単語でも品詞違いの派生語だったり、今みたいな一つの言葉にたくさんの意味が載っていて、それらが複数回出るときはそれぞれ別カウントされているっていう意味の2600だと思ってください。ちなみに今回の検証で配列に入れるときには、ちょっとね、綴りが全く同じ単語が複数回入った状態で共通項とか差分を回すと不都合が生じるので、それらは今回僕の都合で、例えばアズだったらアズ一つだけにまとめさせてもらいました。そういう点で今回厳密には2535個の総単語数で、後から共通項などを見ていこうと思います。次にね、例文のレベル自体は、まあ、さっきの見開き見てもらったらわかるんですが、まあね、結構長いんですね。単文とはとても言えないレベルで、やはりこれもね、中級者以上に向けられていると思います。というわけで、この419例文ね、まあ、どこまでやればいいのかっていうのは人それぞれですが、僕個人的な意見としては、その中でね、必ず文法のテーマが一つ入っています。もしくは重要構文とか重要的な語法の特徴が一つ入っているっていうふうに明示されています。それらを自分で気づけて、その特徴を説明できれば基本的には OK だと思います。もちろん単熟語はしっかり覚えたっていう体でね、まあそこまでできて、ある程度この文章は OK ってみなしてください。中で書かれている文法の詳細な部分っていうのは今回ね、僕自身のレビューには入れませんが、一言で言うと、ツボは押さえてるなぐらいの言い方をさせてください。もちろん専門書には勝てません。これらの本が苦手な人の、ね、意見としてよく言われるのが、結局どの部門ね、4部門ぐらいが全部入っていたとして、どれもが中途半端に見えちゃうっていうのは、まあ悪い言い方をするとそれは合っていると思います。だからね、ある程度文法をすでに勉強した中級者の人が、今まで持っている知識の中でこう引き出しの中からね、自由に出し入れできるように要点を簡潔に説明する、もしくは意識するっていうイメージの練習にはなるような文章なんじゃないかなと思います。まあとはいってもね、さっき喋ったように、この本一冊だけで他の文法書全くいらないかって言ったら、それは話が別です。辞書的にね、調べたくなったり深掘りしたくなったり、もう少しこの単元をちょっと体系的に理解したいっていう風に思う人、やはり文法の専門書っていうのかな、そういう本がなんだかんだ欲しくなるっていう点も強調させてください。例えるなら、ネクステとかアップグレードだけ回している子がたまに陥りがちな状態ですね。各問題に対する文法説明だけはできるんだけど、じゃあね、繋がった説明、繋がった理解ができているかって言ったらそうじゃない。そのような傾向に近いので、やはり専門書1冊ぐらいは持っておきましょう。そんな感じのアドバイスにさせてください。というわけで、今からプログラミングの配列機能を使って、見出し語の共通項や差分を出していきたいと思います。今回も使用するプログラミング言語は Python、 Web ブラウザ上の表示には Django、 そしてね、後から共通テストや兄弟英語、問題文の中のカバー率を見ていきますが、問題文のすべての英語、例えば3単元の S だとか過去形の ED、 過去分詞形などは元の語に戻してあげないと、単語帳の見出し語と一致する確率が下がってしまいます。まあ平たく言って自然言語処理というんですが、今回それに使用したライブラリーは Spacey になります。というわけで、まずは基準として、今までやった他の単語帳同士の2冊比較の例を見てください。例えば、今回 Duo 3.0 が似ている本なので、 Duo 3.0 とターゲットになると971単語が被っています。まあこれはね、二次試験向け同士の単語帳よりは少ないんですが、まあそれでも一応ね、ターゲットから見ても半分以上は被っていることになります。例えばそれが Duo 3.0 と Leap だとこんな感じ、ちょっと上がりますね、1162単語。これは Leap の方が少し基礎単語が多めなので、この Duo 3.0 にも載っている基礎単語と合致して、ターゲットよりは200個ぐらい多くなった、このような結果になります。そしてターゲットと Leap 同士だと、これは大学受験本っていうね、共通のテーマだし、二次試験向けっていうね、レベルも合ってるので、1304個が被っている。まあこれらを一応基準として、じゃあ今回使うオールインワンと、例えばDuo 3.0 の被りはこんな感じ。はい、1187ですね。やはり多いです。なんでかって言ったら、まず1点、総数がこっちがめちゃくちゃ多いから。これだけあるとね、例えばこれ半分以下かもしれませんが、1187個、相当の数が被っていることになります。Duo 3.0 目線で言うと、まあ7割ぐらいは多分あるんじゃないかな。かなり多くの数が被っていることになります。次にオールインワンとターゲット1900の被りはこんな感じ。1007個ですね。次にオールインワンとリーフはこんな感じ。
1196、やはり基礎単語の文が多く被っているんじゃないか、そのような予想が立ちます。一応他の単語帳との被りを見ておくと、例えば鉄壁だと1106個、そして単語王2202だと1277個被っていることになります。つまりオールインワンっていうのはどの単語帳と比べても、まあ母数が多いからっていうせいもあるんですが、基本的には1000個からまあ1300個ぐらいの間で、被っている、このような結果になりました。はい、次に4冊を同時に比較していきます。今回はシスさんの代わりにリオ 3.0 を持ってきたので、このような並びにしました。それぞれの単語帳の総数はこのようになっています。この中で4冊のどの単語帳にも見出し語として共通に載っている数がどれだけあるのか、その結果はこんな感じ。はい、632個になります。まあね、もちろん2冊ずつの比較よりは少なくなります。4冊だからどれか1冊でも載っていないとここに入ってこない、そのような影響から数自体は減るんですが、まあそれでもね、そこそこの数が被ってどの単語帳を覚えたとしても出会うことになります。ブログ上では全リストこれ表示しておきますが、今回は軽く中身を見ておきましょう。はい、通りの短い順かつね ABC 順で並んでるんですが、 Aid, M, Ban, Beg, Do, O、まあ、do ってのはおそらく do to 何々ね、何々のためにとか、そういう熟語の中の、一単語として載っているんだと思います。まあ、短いながらにもちょっと癖がある単語っていうのが多いとね。めちゃくちゃ簡単な単語っていうのはやはり共通項の中では出てきません。これらをずらーっと下まで行って、詳しくはブログで全リスト載せているので、万が一わかんない単語があったら調べておいてください。はい、ラストはこんな感じです。まあ上から建築、保護、同時代の、まあ慣習的なとか従来の何々も関わらず、迷信稼働の欠かすことのできない洗練された、まあ管理とか、まあそんな感じで意味がね、パッと即答で出てくるか、どうかっていうのが単語が覚えてるかどうかの基準だと思ってください。はい、次に共通項ときたら当然差分が知りたくなります。それぞれ4冊の単語が独自に載っている単語っていうのはどれぐらいあるのか、その数はこんな感じ。はい、上から373、304、180、オールインワンはめちゃくちゃ多いですね。907単語が、独自の単語になっています。まあリープ自体はおそらくね、基礎単語が多い、かつ、これら3冊4冊のどれかには載っている単語っていうのが結局多いので、独自単語としては少なくなっていますが、収録内容が劣っているわけではないってことは覚えておいてください。というわけでオールインワンは総数が多い分、当然ここもめちゃくちゃ多い数になっちゃうんですが、その中でね、例えば簡単な単語でいろいろ稼いでいるんだったらそこは省きたいです。つまり今回もこのような処理を考えました。はい、中学レベルの教科書、ニューホライズンとニュークラウン、ね、有名どころ2冊です。巻末の単語コーナーですね、索引コーナーに載っているすべての単語を配列に入れて、それらと同じ単語がもし載っていたら、除外するような処理をかけてあげます。つまり中学レベルの単語っていうのは省いた上で、ある程度高校以上のレベルを担保されたような単語がいくつぐらい残っているのか、その総数はこんな感じ。はい、上から341、220、151、オールインワンは604個が残りました。もちろんこれ300個ぐらい減ったんで、この907個の中身は結構中学レベルも多い。オールインワン自体は非常に簡単な単語も、それぞれ複数の意味があれば積極的に載せているので、そのような単語が削られた結果、604個が残ったことになります。まあそう考えても604個っていうのはかなりの数が残っていることになるので、この中身を今から簡単に見ていきたいと思います。はい、通義の短い順なので、まあ PC はいいとして、 CEO とか FBI、 まあ例えばこういうね、組織の名前だったり役職匿名だったり、そういうものも載っている。つまりね、大学受験に特化している本ではないので、ある程度の日常性っていうのかな、英語を一般的なレベルでね、勉強している人が、覚える単語とか目にする単語なども載っている、そういう意味での独自単語っていうのも数多く入っている。これはずっとスライドしていけばわかると思います。例えば何々 like とかね、何々のようなって感じでいろんな単語につくような言葉ですが、こういうのも結構日常会話では使われる、大学受験では見ないかもしれませんが、日常会話で使われるような単語っていうのも積極的に載っています。詳しくはブログ上でこれら全リスト載せておくので、まあ特にね、日常会話でも使えるような単語っていうのも数多く見られる、知らない単語っていうのは自分のリストに入れておいてください。はい、一番下綴りの長い部分ってのはこんな感じ。見てもらったら分かるように、こういうね、2単語になる専門用語みたいな言葉も積極的に載っています。603番とかですね、こうやって大文字になってるような専門機関、 The Supreme Court、 まあ最高裁判所って意味だと思うんですが、まあこういう専門用語もね、実は多く知っていた方がニュースとかね、英字新聞もしくはそれ系から、入試問題になった時にどんな機関なのかっていうのが結構イメージしやすくなるので、できればこういう言葉、専門用語だとして除外せずに積極的に取り入れようとしてください。
はい、次に実際の問題の中のカバー率を見ていきます。2022年度の共通テストのすべての英語の中から、これら4冊の見出し語が何単語ずつ的中させたのか、その総数やカバー率を表示すると、こんな感じ。はい、上から216、308、292、オールインワンが一番多いですね。383単語を的中させたことになります。まあもちろんこれらっていうのは総数の関係もあるので、割合にするとこれらのパーセントだと思ってください。さっきと同じような処理をかけてあげます。つまり、中学レベルの単語を省いてあげた結果、高校以上のレベルとして何単語ずつ残ったかというと、こんな感じ。はい、上から115、108、113、113。これらの数が一応高校レベルとして残りました。つまりオールインワンも基礎単語がかなり多いので、その分ごそっとね、間引かれていますが、ただし、この残った数自体で見ると、他と全く同じ水準になります。今回このオールインワンの113単語だけ簡単に見ていきましょう。はい。今回はちょっとね、綴り順ではないんですが、右にね、何回出てきたかの回数も載っています。beer, arise, current, chemistry みたいな感じで始まって、ずらっと。詳しくはブログ上で全リスト載せてあるので、もし知らない単語があったら調べておいてください。一番下まで行くと、まあそんなに難しくないですね。戦いだとか購入する、宗教、定義、利用できる、追いかける、科学的なとか信念とか、何々の代わりになるとか、ハビットは習慣ですね。まあそんなに難しくないんですが、これら113単語、他の単語帳とほぼ同水準の数が当たっていると思ってください。はい、次にね、長文の中でどう見えるのか、今回例えばターゲット1900が当てた部分っていうのを共通テストの長文の中の某1ページ、その中で黄色で色付けするとこのようになります。これはさっき省いた基礎単語も塗っていると思ってください。この状態が今ターゲットの面積ですね、黄色です。これが例えば Duo 3.0 だとこんな感じ、紫かな、これかなり広いですね。次リープだとこんな感じ、緑です。これもまあまあ広いですね。これに対してオールインワンはこんな感じ、青です。一番広く見えますね。もう一回いきます。ターゲット、ドゥオ、リープ、オールインワン。ターゲット、ドゥオ、リープ、オールインワン。他の3冊は以前の動画でもね、詳しく見ていったので、今回はこのオールインワンだけ拡大して見ていきましょう。もちろんこういうね、エクスペリエンスとかセンス、スタディとかタイムみたいに、かなり基礎的な単語っていうのも見出し語に載ってるので、それら逐一塗っていけば、このような面積の広さになります。そうは言っても、例えば、アプロクシメトリーとか、セパレートとか、カスタムとかね、それなりに大事な単語もちゃんと当てています。インテリジェントとか、コンクルージョン。今回これはコンクルードじゃなくて、コンクルージョンっていう派生語バージョンでもしっかりと当てています。まあそんな感じで二次試験レベルに出るようなものもきちんと当てつつ、基礎レベルもきちんと当てている。まあ全てはこのね、2500個を超える総単語数がなせる技なんですが、実際の面積でこれだけ広く当てているって言われるとかなりの安心感があるんじゃないかなと思います。まあつまり結論として言うまでもないんですが、オールインワンを一冊しっかりと極めてもらえれば、共通テストレベルだったら僕的にはね、9割とか全然取れるレベルに達することができると思います。もちろんこれは単語だけじゃなくて文法力とか長文読解力全て総合的に絡めた上での話なので、他の単語帳でもいつも言っていますが、単語だけでそうなれるっていう意味ではないと思ってください。はい、次に単語のレベルを少し上げてみます。以前ね、 Duo 3.0 を検証した時に共通テストと表題英語って感じで順番に比較しました。その時に共通テストでは差が出ませんでしたが、表題では若干差が出て、やはりターゲット1900のような例えば二次試験向けの本の方が何単語の数においては有利だっていう話になったんですが、今回そこにオールインワンを絡めて同じことをしていきます。まず教題英語2020年度から2022年度3年分の全ての問題の中で、これら4冊の見出し語がどれくらい当てたか、その総数やカバー率はこんな感じ。はい、上から276、309、326、447になります。もちろんこの447が一番多いんですが、これらの中身は基礎単語が一番多いからだと思ってください。いくら教材英語って言っても、まあ英文自体そもそもが基礎単語がたくさんある中での、何単語の乗っかり方なので、この割合はそんなに変わりません。でもやっぱりここから何単語の率が知りたいので、同じような処理、中学レベルの単語を省く処理をかけた上で何単語ずつ残ったのかというと、こんな感じ。はい、上から180、138、162、181になります。以前はここで Duo 3.0 とターゲットにちょっと差ができましたよっていう話になりましたが、見てください。今回はオールインワン、
一応ね、省かれた数としてはやはり基礎分かなり多く260個ぐらい減ったんですが、最終的に残った難単語として見ればターゲット1900とほぼ同数ですね。1個差でむしろ勝っているんです。つまりこういうね、一冊でまとめて系っていうのはついついそれぞれの要素は全て中途半端だろうって思われがちですが、少なくとも収録単語の難易度においては、ターゲット1900と、兄弟英語においては同水準を保っている、そのような結果になります。とはいってもこのレベルになると実際当てた単語の中身を自分の目で見ていかないと詳しい判断できないと思いますので、今回はこの4つの基礎を除いた単語っていうのを同時にスクロール表示します。音楽に合わせてゆっくりと流していくので、ちょっと長いなって感じる人は目次から飛んでもらっても構いません。ではどうぞ。というわけで今回のまとめになります。一番上に大事なこと書いておきました。中級者以上の人が練成するため、今持っている英語力をさらにね練成していく本としては素晴らしい内容である、このような結論とさせてください。一応前後半分かれています。前半単語編のまとめ、総単語数およそ2600っていうのは、もちろん同じ続きの多義語だとか派生語全部別カウントしているからっていう点も多いんですが、それら自体はやはり圧倒的な数です。しかもそれらが全てキーセンテンス419個の中に出てくれるので、そういう意味でちゃんと全て載せた上での2600個っていうのは、この本の特徴としてピックアップしていいんじゃないかなと思います。ただし何度も言うように、他の単語帳にじゃ載っていないのかと言われれば、およそほとんどのものは発生語としては載っています。例えば DUO 3.0 もさっきね、兄弟英語では一番数が少なく見えましたが、各単語の発生語の部分ちゃんと覚えてもらえればおよそ同水準で戦えると思うので、その点において優劣っていうのは厳密にはないと思ってください。実際のテストのカバー率の結果なんですが、共通テストレベルまでだったら正直オールインワンまで行く必要もないかなとは思います。 DUO 3.0 でも基礎単語を除いた被り率は全く一緒なので、純粋に例文を回して覚えていくだけの効率だったら DUO 3.0 の方が多分ね早いと思うので、自分がどれぐらいの時間的猶予があって、どれぐらいの効率で覚えたい、もしくはここまでは別にする必要ないとかね、そういういろんな線引きの中で、中には人によっては DUO 3.0 の方が共通テストレベルまでだったら合う人もいるんじゃないかなとも言っておきます。ただし最難関レベル、今回は兄弟で喋りましたが、 DUO 3.0 だとちょっとねターゲット1900などに対して何単語
の面で差が開いちゃった。その分ね、オールインワンだとほぼ同水準で乗っているっていうことになっていたので、最難関レベルかつこういう一冊でまとめて系だとすると、オールインワンの語彙の方が強いという結論にさせてください。というわけで次回は単語編の続きとして熟語編ですね。これら2冊っていうのは単語だけじゃなくて熟語っていうのも、何百個もしくは1000個以上載っているので、それらを、詳しくは2冊で比較していきます。さらに専門の熟語帳ですね、おそらくターゲット1000人はなると思うんですが、そういう専門の熟語帳に対してどれぐらい、迫っているのか、もしくは匹敵しているのか、その辺を込みでの比較、次回していきたいと思います。多分熟語になるので、配列に突っ込んだとしても、実際のね、長文とのカバー率を見ていくまではできないと思います。ちょっと僕のプログラミングのレベル的にも、もしくは熟語っていう定義の曖昧さ的にも、ほぼカバー率っていうのは目視でしか確認していけないので、詳しくは1ページぐらい取り上げて喋るとは思うんですが、その点ご了承ください。というわけで次回はオールインワンレビュー企画の後編、熟語編になると思ってください。はい、というわけでこんな感じで、今後もね、この単語帳とこの単語帳、見出し語の比較などをしてくださいとか、この単語帳でこの国公立二次試験の問題のカバー率を調べてみてくださいなどなど、僕自身がね今手元にある状態、もしくは、コスト的にベラボーに高いものじゃなかったら本屋さんで買ってきて、順番に検証していきますので、もし興味のある方はこの動画のコメント欄だとか、もしくはブログ上のコンタクトフォームとか SNS の DM などで、どんな形式でもいいので僕自身に直接リクエスト送っていただければ、順番にはなりますがちゃんとこなしてきますので、今後ともこのシリーズをよろしくお願いします。ツイッターも最近始めました。主に単語帳関連の話題に絞ったアカウントを作って、今回の検証の途中経過だとか、日々英語に関して思っていること、もしくはね各検証動画で紹介しきれなかった難単語などなど、単語帳や英単語関連のことを定期的につぶやいていきますので、もしよろしかったらフォローの方よろしくお願いします。というわけで今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。以上。